皆さんこんこにちは先日キャンドゥから春の新色が発売されましたかわいいパステルカラー6色でとっても春っぽい雰囲気があります今回はこの新色6色を実際に地図に塗ってどんなカラーか見ていきたいと思います購入前の参考に是非最後までご覧くださいそれではどうぞクローバーから塗ってみますあのすごい春色ですね綺麗なグリーン まあ、パステルな分、やっぱしちょっと、あの、色ムラはできますが、そんなに塗りにくさは感じないですね。とってもライトで綺麗なパステルグリーンです。一度塗りでは、やっぱりパステルな分、どうしても色ムラはできますが、そんなに塗りにくいという感じはありません。二度塗りするとこんな感じで発色よく色づいて、色ムラも気にならなくなりました。色合い的にも、パッと華やかなグリーン色で、このパステルな 感じがすごく可愛いですで、ワンカラーで塗ってもいいんですがお花の葉っぱの部分に使っても可愛くなりそうだなって思います次はミモザを塗ってみます可愛い,いこういう黄色って本当に春っぽさが出ますよねでもこういうパステルなちょっと白っぽいカラーってどうしてもちょっとね塗りにくさがあるんですよね 特にこういう薄い黄色はちょっと塗るのが難しいかもしれないです。パステルな優しい雰囲気のイエローでとっても可愛い春色です。色合いがやっぱしこのように白っぽい黄色っていうのもあってハケムラがどうしても出やすいです。二度塗りすると発色も良くなってハケムラもそんなには目立たなくなりました。で色合い的にもパッと明るい 優しい雰囲気のイエローで、2023年のトレンドカラーのルミナスイエローに近い感じの黄色になります。名前がミモザっていうのもあって、ミモザネイルはもちろん、このカラーを部分的にちょっと取り入れるだけでも春っぽい感じになりそうだなと思います。次はネモフィラを塗ってみます。 これも可愛い春色のパステル系の水色ですね。なんか結構優しい水色で可愛いこれは先ほどの黄色とかに比べるとパステルなんですけどそんなに履け跡も残らず塗りやすい感じがありますね。一度塗りではふんわりと優しい雰囲気の水色です。 先ほどのミモザよりかは塗りにくさは感じないんですが、でもやっぱしパステルな部分どうしても一度塗りでは色ムラが出てしまいます。二度塗りすると色づき方が濃くなって、地図の透けないぐらいの高発色なカラーに色づきます。一度塗りでは気になった色ムラも二度塗りすることで気にならなくなりました。でライトな明るい雰囲気のパステルブルーで白い雲が浮かぶ空をイメージするようなカラーです。 次はレンゲを塗ってみます。結構ピンク色ですね。なんかレンゲってなっていたから、もうちょっとレンゲ色なのかなと思ったんですけど、持っていたよりピンクでした。でも可愛いい。一度塗りでは優しいピンク色に色づきました。パステルなピンク色っていうのもあって、少し色ムラは出ます。二度塗りすると、色ムラはそんなに気にはならなくなりました。発色も濃くなって、少しオレンジ寄りのパステルピンクに色づきました。 塗るだけで指先を華やかに見せてくれる春っぽいカラーです。次はスミレは塗ってみます。かわいい。パステルな紫色ですね。かわいい色。結構発色がいい感じですね、これは。なんかこのスミレはそんなに色ムラも出ない方かもしれないですね。パステルな割にはそこまで毛跡が残らない。 でなんかすごい高発色です。一度塗りでも綺麗に塗れるような高発色なカラーです。ライトのパステルパープルに色づきました。二度塗りするとさらに明るい雰囲気のパステルパープルに色づきました。パッと華やかな印象でお花のアートに使っても可愛くなりそうです。次はブランチを塗ってみます。 これはちょっと白っぽいベージュ色ですね。これも結構高発色で一度塗りでも綺麗に塗れる感じです。少し白っぽい春色ベージュで一度塗りでもムラなく綺麗に塗ることができます。二度塗りしてもそんなに色の差はないんですが少し発色が濃くなったような気がします。白っぽい肌馴染みのいいベージュで オフィスネイルにも使えそうなカラーです今回ご紹介したこのシリーズのパステルなカラフルなカラーと組み合わせて使っても合わせやすいページュ色だなと思います今回のキャンドゥの新色をジップの方にも塗ってみました並べてみるとすごい春らしくって本当に可愛いんですよね改めてちょっとカラーのご紹介をしていきますこちらがクローバー、ミモザ、ネモフィラ、レンゲ、スミレ ブランチということで、この名前が全部お花の名前なんですよね。なんかその辺も可愛いなって思います。で、このパステルなカラーって可愛いんですけど、まあ、正直な印象をベタ塗りでワンカラーで塗ってしまうと少し爪が浮く感じがあると思うんですね。なので、なんか個人的にはこのカラフルなパステルカラーをお花とかのアートに使って、このクローバーはちょっと葉っぱの部分に使ってみたいな感じでアートの部分に使うとすごく可愛い 春ネイルになるんじゃないかなと思います。こちらのブランチはベージュカラーなんですが、明るい春カラーと一緒にあの使うとちょっと落ち着いたイメージの春ネイルにあのしてくれるんじゃないかなと思います。実際に自爪に塗ってみた印象としては、やっぱしパステルなカラーな分、少し色ムラはどうしても出やすい印象です。なんですが。 すみれとブランチは一度塗りでも結構高発色でなんかムラなく綺麗に塗れたようなイメージがあります。で、こちらの4つは一度塗りでは少し色ムラが出やすいので二度塗りで仕上げていただいた方が綺麗に塗ることができます。この2つは高発色で白っぽいカラーなので多分顔料がかなり多く入ってるんじゃないかなと思われます。なので、硬化時間をいつもより少し長めにしていただいた方がいいかなと思います。こんな感じで今回 今回はキャンドゥの新色6色を自爪に実際に塗ってご紹介しました。購入前の参考にしていただけたら嬉しいです。とっても可愛い春カラーだったので、気になる方はお早めに店頭の方でチェックしてみてください。でまたこちらのカラーを使ってデザインもご紹介したいと思っております。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。